演舞開演。本日はこちらローソンのごまマヨ蒸し麺こんにゃくのサラダを食べたいと思います。蒸し鶏でしたね、蒸し麺じゃないです。こんにゃく麺を蒸しても、あんまり意味ないような気もしますね。確かに。では中身を拝見。おお、ちょっと剥がれにくい、剥がれにくいね。中身はこのように、よくサラダに見られる二段式ですね。ここに持ち手あるんじゃん。そして中にドレッシング、まずか、おお、あっとっとっと、ちょっと気になるからドレッシングはいいかな。ではいただきます。普段の麺もこれならダイエットにもなるのでしょうか。こんにゃく麺というだけあって麺の部分はプルプルと食感がありましたね。で、普通の麺とはまた違った噛み応えがあります。ただ糸こんにゃくのような気もしますが、逆に言うと糸こんにゃくで麺料理を作るというヒントになるかもしれませんね。お野菜はシャキシャキで、蒸し鶏もしっかりお肉の旨味があってとっても美味しかったです。なのでこちらに提出させていただきます。それで夏の国、南が強いが北もまた、北でも暑いところありますからね。どこかわかりません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。